最終組赤いチームがスタートです。さあこれも1走がいい形でスピード乗っていくところ、2走がこの辺りうまくついていきたいところだが、ちょっと車間が空いたか。そう1走はぐんぐんとスピードに乗っていくところ、2走がこの辺りはなんとか詰めていきたいところだが、やや車間が空いたままで1走が離脱。23秒9とこれも23秒台で1走から2走へとつないでいきました。続いての2走3走は月一の状況ではありますが、2走が1走2走の間が最初のスタートちょっと空いてしまったこともある。さあこの辺りはなんとかこのスピードを保ったままつないでいきたいところ、43秒あたりでつないでいきます。続いての3走がうまくこの辺り運んでいければ1分3秒台あたりのところ前後というところを狙っていけるか。54秒から55秒回ってきた。まもなく3コーナーから4コーナーへ向かうところ、ここで1分を経過。最終コーナーから直線に向かっていきます。まもなくフィニッシュへ。スタートしました。松岡健介、末広海里、池野健太3名の出走。先ほどの団体追い別競争とは異なり、まずは1走が前を引いて1周回ってきたところで離脱、2走へとつないでいきます。2走がさらに2周目、1周を引き抜いて3走へ。さあまずは1走の離脱のところ、24秒あたりで回ってきました。24秒4。続いて2走へとつないでいきます。最終の3走、このサンサンパークでは1キロを走ることになります。チームスプリント、まずは第1組、2走から3走へとつないでいくところは43秒2あたりでつないできました。この1周は18秒7で回っています。3走へつないでいくところ、今52秒から53秒回ってくる。フィニッシュに向かっていくところ、まもなくフィニッシュへ。さあまず1走は飛ばしていきます。これはいい形でスピードに乗ってきた。2走3走もうまくこの流れに乗って3コーナーから4コーナー、1走がうまくペースを作ってきました。1走から2走へとつないでいきます。23秒台でした。23秒4あたりのところで2走へとつないでいきました。さあ続いて2走、2走3走のところはここはぴったりと月1、そして3走がうまくこの辺り流れに乗ってつないでいくそう。残り1周に入っていくところ、2走から3走へ。スプリットタイムは41秒台できている、41秒63。さあこの辺りは、先ほどの兵庫チームよりも2秒ほど速いペースになる、さあそして1分1秒台刻んでいけるかどうかというところになりますが、今54秒から55秒、時計は回ってまだここは57秒から58秒、まもなくフィニッシュへ向かっていくところだが、どうだ、1分1秒台できた。記録1分1秒070。チームスプリント優勝、はい、おめでとうございます。タイムが大会新でしたけど、はい、なんかちょっと3走目がダメだったみたいな。そうですね、まあ、もうちょっとタイム出るかなと思ったんですけど、僕もちょっと上げきれなかったですし、まあ、3走まで晴れてたんで、まあ、もっといいタイムだったかなと思うんですけど、前プロしっかり、また400番区ですけど、しっかりいいタイム出せるように頑張りたいです、はい、決勝、新の杯からお疲れしたけど、はい、疲れとかっていうのは、まあさすがに残ってますかね。そうですね、疲れ、すごい感じますし、まあ、体、すごい重かったんで、まあ、その中でもやれることやれたかなって感じですね。次はどちらですか。次は四日市記念なんで、しっかりこの後合宿して、経営際に流れを作れたらいいなと思います。わかりました。また頑張ってください。ありがとうございました。はい、その隊列整ってこの後エリミネーションレース5本合図スタートとなります。5本合図でスタートとなりましたエリミネーションレース決勝15名の出走です。さあまずは前々へと選手が集まっていきます。一番後方の選手、後輪交代一番後ろの選手が除外エリミネートされていきます。さあまずは5番のコールがありました。福井鷲田義文、5番鷲田義文エリミネート。2番京都山田久則エリミネート。2番エリミネート。15番大阪堺剣道エリミネート。15番エリミネート。6番兵庫藤岡哲也。11番京都谷地健太エリミネート。11番エリミネート。人数が減っていきます。13番エリミネート奈良中井修介。13番。16番なら三谷誠司エリミネート。16番エリミネート。7名がこれですでにレースから除外されています。14番福井藤井翔吾エリミネート。14番エリミネート。10番エリミネート本須田優。10番奈良本須田優エリミネート。8番エリミネート。8番福井清水剛。さあ徐々に人数が減っている。4番4番エルミネート大阪松村友和、土井大地、村田瑞希、そして石塚圭一郎、敷尾拓也。敷尾拓也は45回大会このエルミネーションレースの優勝者。4名が現在残っています。1番布井大地エルミネート、1番エルミネート。さあ3名が現在残っているところ、さあ2名のスプリントにもうすでに先駆、ここはスイッチしている。12番エルミネート石塚圭一郎、さあそして敷尾拓也と村田瑞希が残った。もうこの残り1周の鐘が鳴る頃にはすでに先行していました。そして最終コーナーから直線向かっていくところ、17番敷尾拓也、そしてそれに続いて7番村田瑞希とワンツー入ってまいりました。敷尾さんお疲れ様でした。久しぶりの2年ぶりの優勝ですかね。はい、素直に嬉しいです。はい、走ってみてどうでした？いやちょっとハイピッチでレース展開は全然スピードも上がってたんで、自分の足ためて、あとは人数、少なくなってからしようかなと思ってました。状態とかはどうでしょう？実際これってあんまり走らないじゃないですか。これそうですね、LMB の練習は全然してないんですけど、段抜け走ったんで、その練習はしてたんで、いい練習になったかなと思います。段抜けも結構力まだありそうな感じ。優勝狙った展開だけにもったいなかったですからね。また来年頑張ります。じゃあまずはエリミネーションで、来年全プロで、そうですね、全プロ取ってないんで全プロ優勝目指したいと思います。また次競争でお願いします。よし。ジアン見せつけますわ。見せてくれる？ジアンいい感じ。ああ、ベラさん、まずい。まずい、まずいぞ。ああ、げえ。3コーナーから4コーナー、1走がうまくペースを作ってきました。1走から2走へとつないでいきます。23秒台でした。23秒4分かりのところで、2走へとつないでいきました。ああ、パッパッパッ。そして3走がうまくこの辺り流れに乗ってつないでいきそう。残り1周に入っていくところに余裕ありそうじゃないですか。余裕はあるけど余裕はあるけどとかスピードはちょっと入ってないんだよ。あがっ今54秒から55秒、時計は回ってまだここは57秒から58秒、まもなくフィニッシュへ向かっていくところだが、どうだ、1分1秒台できた。ああダメだ。記録1分1秒07、